ネットの力が大きくてどれが正解かわからないあの感覚であったりとか、報道とまた違う視点で物事を捉えられていければいいなと思って。この世代でなければ伝えられないものはある。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は版画家松本遥。芸術集団アートプロ主催のオーディションで準グランプリを受賞した彼女が生み出す作品は、忘れ去られていく小さなニュースたち。高校1年生の時に、小さな新聞記事に載るような事件が起こった時に内容に関連する人物になったっていうことがあって、自分の中でつなぎ止めたいというか、忘れてほしくないみたいな、なんかそのつなぎ止めるために絵を描いてたみたいな。彼女が生み出す世界の記録、新聞の片隅に目を凝らし消えてしまいそうなニュースを作品へと昇華させる、それはこの時代に生を受けたからこその彼女の使命。私の生まれた世代ってちょうど一家に一台パソコンがあるような世代で、大量にある情報をインプットしていかないといけないっていう、その一つずつの物事を大事にできないみたいな、そういう気持ちが自分の中にあって、小さなニュースの虚しさっていうのがすごい自分の中で引っかかってしまうっていうのがあって、この世代である意味みたいなのをちゃんとこう問えるような作風みたいにしたくて。だからこそ彼女が選んだ表現の方法、リトグラフ自体がその版の材料を作る業者さんがもう日本の中で一社しかなくなってしまっていて、なんか消えてなくなっていきそうな媒体みたいなものに自分がずっと寄り添って作品を作るっていうのが、自分の中でつなぎ止めようとする感覚と近いというか。消えてしまいそうな技法で消えてしまわないように記憶を紡ぐ、感覚を研ぎ澄まし真実を作品に刻みつける松本遥のブレイク前夜。自分があんまり美術作品を作ってるっていう感覚ではなくて、私はその作品を作るっていうその工程自体で社会との接点を感じているというか、そこにリアルを求めていっていると思います。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は風景画家鮫島大輔のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。